ベビースターラーメンにまずね、これお水をね少しこう足していただいて、で次はねめんつゆを少し入れてください。めんつゆをこうし、このぐらいでいいですかね。このぐらいで入れまして、そしてこれをいい感じにこうね、焼かすとこれね膨らんでね結構おいしいですからね。ハマってしまってね、毎日ね1ヶ月食べたら私ね 5キロも太っちゃいましたから、まああんまり皆さんハマりすぎないようにね、1週間に1回ぐらいがいいと思います、おやつとしてね、お酒のおつまみとかにもいいと思いますよ。じゃあね、この匂いもね、美味しい匂いもね、よいしょ、ひたすらかき混ぜます。ひたすらもうね、水分含んで膨らんできますからね、結構美味しいですよこれね。まあ気をつけてもらったら焦げないようにね、焦げてしまうと美味しくないんで、水分含んでこうビビスタラーメンが膨らんだね、膨らんだ感じのあれがいいと思います。あ、味の素とか入れても良かったですね、お好みでね、七味とか入れてもいいと思いますよ、お好みで。